コマセ投入してからほぼ15分経ちました。あ、相当流されてるよあれ。お、来たか。何だそれは。カワハイか。ちょっと待ってくれ。ちょっと、そちら行くから。待ってみましょう。お、お、ちょっと待て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 、ちょっと待てよ。落とすから。お、待てよ。ちょ、待てよ。待て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 。はいはい、上げて上げて。はい、カワハギを釣りました。お、こっちへ出して。はいはい、カワハギ何センチある？何センチだ？25センチぐらいか。今年は夏のカワハギが。何？魚飛んだ。魚飛んだって？ボラかな？ボラじゃなくて、ワカシのさ。ワカシか。こういうの飛んだから、20匹ぐらい上をバーンって飛んだから。オッケーオッケー、じゃあしっかりさ、小林さん巻こう。小林さんしっかり巻けば、魚が、あ、集まってくるわ。よし、じゃあしっかり魚巻いてよ。小林さん巻いて。今、小林さんで投入してやってますが、でまだ回遊が来ません。お、時々大きくしゃくってコマセを出します。この場所は、底が真っ白く見えます。水深が10メートル前後しかありません。しかし回遊魚はこの辺りでもたくさん回ってきます。あれ、その部位はさ、え、あれだね、計量されてないね。されてないよ。ちょっとそら、あれかもかも。あれ、落っことしたかな。震災のあれかも。落っことしたか。ああ、震災かおい。そんなことないだろう。はい、ゆっくりカメラを回しています、今。この正面が、江ノ島ですが、かすってよく見えません。沖合でぼつぼつ漁船が操業しておりますが、シラス船かはたまた遊漁船のアジサバ、人の手をやってるのかもしれませんね。これまたぐるっと回っています。この沖合は葉山、逗子の山が、逆光で真っ白く私の竿には一向に当たりがありませんね。おいしょ、いい。毎回しゃくっていますが、一向に当たりがありません。回遊魚はまだお出ましではありません。